さん、ジョニーのニコです。こんばんは。レサークラフトやってますか？今日は今から久しぶりにキャンプに行こうと思います。ソロキャン。今日はね、めちゃくちゃいい天気なんで、大阪はね、でも雲が多いな。どうなんやろ。一応琵琶湖の方、滋賀の方に行こうかなと思ってるんですけどね。今がだいたい11時なので、まあ1時2時ぐらいに着いたらいいかなって感じで、一回お店に寄って、荷物と食料を買い出してから行こうかなと思って今お店に向かってます。今日はね、ちょっとあのいつもと違う、いつもキャンプ動画っては言いながら、なんかキャンプらしくなく、あの焚き火で喋るみたいな感じなんで、今日はあのちゃんと撮ってみようかなと、キャンプ YouTuber っぽいやつをね、撮ってみようかなと思ってます。楽しんでください。それではどうぞ。今日は奥琵琶湖キャンプ場に来ました。ここ2回目なんですよね。で、琵琶湖はすぐこの真裏にあって、ここずっと上がっていったら受付でキャンプ場で、もう森みたいになってるんで、めちゃくちゃ過ごしやすいです。ではキャンプ楽しみます。テント、僕のテントは DOD のライダーステント、ワンタッチのテントなんですよ。なのでね、設営僕結構遅くに来るんで、今でね3時、3時で遅いんで、もういつも遅いんで、ワンタッチがいいんですよね。これめちゃくちゃ早いんですよ。まあ見といてください。ではテント設営。If you find the one, you should never give her up. I think it's
it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. ニコニコ。ニコ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 。あ、足がない。まあいいや。手でいきましょう。でかいよね。万代さんの、御用達万代さんのお肉を。ワインでつけて、出てないし、出てないねんけど、でこれを、うわ、ええ匂い、ええ匂い。こっちにずらして、こいつをこっちにやって。ええ匂い。もうちょいこっちにいる？はい。こんな感じ。やっぱりキャンプはね、肉を食べんとね、肉とワイン、キャンパーイ、うん。最近ね、体調が悪かったんですけど、なんと、まあ、さっき、ヘパリーゼを飲んできたんで、ちょっと体重は戻ったということで、お酒とお肉を。やっぱね、日頃あんまり肉を食べないんでね、キャンプの時ぐらいは肉をね、食べたいっすよね。やっぱりこういう動画待ってたっすよ。ここだけはね、もう、ゆっくりと肉を焼くと。んで、ちょっといい感じに焼き目がついてきたんで、ワインをぎゅーっと。どうしようかな。とりあえず一発目は掘り肉でいこうかな。キャンプスパイスといったらこちら、掘り肉。掘り肉でいただこうかな。しっかりと、僕はあの男の子だけどお腹が弱いんで、しっかりと焼くタイプです。焼くタイプのキャンパーです。カリフォルニアタイプのキャンパーです。ここほんとね、木々に囲まれてるんでね、涼しいことはないか。さっきね、琵琶湖に入ってきたんで、
いい感じに、もうほんまにちょうどいいぐらいで今過ごさせていただいてます。奥琵琶湖キャンプ場、ぜひ皆さんよかったら来てみてください。大阪市内から森口から2時間ちょっとぐらいかな、2時間かからんぐらいかな、なんかそんなもんで行けますよ。わ、すごい油が出てきていい感じ。こんな感じ。あ、ちょっと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 こいつが焼けた。ちょっと取って切ってとと切ってととちょっと切ってこいつがね いきますよ。ジュー、このね皮は焼けるんですけど、この焼けもいい味になるんじゃないかと思ってやりだした、このスキレットコースターね。先日のライブで早速ね、僕が作ってるの見てくれて、お客さん買ってくれましたけど、夜景のラジオを楽しむっていう、そのほんま贅沢な皮の楽しみ方を、どんな感じになるんやろね。じゃあ、でも意外にそんなに来てへんかったな。って感じですね。まあこれはね、またインスタライブ、TikTok でお見せしますけど。で、掘りに塩をかけて、桃子。テーブル気にせずパパパパーとかけていただきます。実食、ほらこちらをいただきます。まゆう、あ、うめえ、うめえ、あ、うまいわ、うまい。で、ワインを飲む。うん、キャンプの醍醐味、いい感じですね。うまっ、うまっ。うん、鶏西やっぱうめえな、うめえな。これこのね、もう年取ったんでね、焼肉のタレとかバーベキューソース、まあ一応バーベキューソースも持ってきてるんですよ。前田のバーベキューソースあれも好きなんですけど、やっぱりね、あっさりした感じがやっぱ最近好きですね。うん、うまいうまいうまい、あちゃちゃちゃ、うまい。ちょっとゆっくりといただきます。では